よし、33分発のに余裕で間に合うな。なんで電車来ちゃってるよ。きついな。やっぱ学生時代とは違うよ。そっか、今日って日曜日だ。だから発車時刻が違ったんだな。全然曜日感覚がないや。おはよう。おそっす。鈴木さんもまた休日出勤っすか。まあね、片付いてないんだ、例の新人君の件。あれ、納品間際にバックレた新人の後始末ってやつ、鈴木さんがフォローしてたんすか。そうだよ。まあ仕様変更とあまりのバグの多さについていけなくなったんじゃ。鈴木さん優しいっすね。上も早く人員補充すればいいのに。ただでさえ離職率高いからな、うちの会社。この程度のことは覚悟してるよ。大人っすね、鈴木さん。30目前ともなれば誰でもこんなもんだよ。さあ、デスマーチの始まりだね。砂ぼこりが巻き上がる、限界超える時に来る、新世界への冒険と流星の雨。それじゃない、これがいい、直感、嘘じゃない、迷わない、全クラスの入出力とコメントの記入完了と、あとはオートドキュメントでソースコードからドキュメントと相関図を作成してから本格的なバグの洗い出しだな。またかよ、やたらめったらチェック項目変えるのやめてくれよ。佐藤、鈴木さん、ウォーワールドの方なんですけど。っていうか佐藤って言いかけたな。半年もチーム組んでいるのに間違いないでくれよ。難易度が初心者には難しすぎるから直せってクライアントからクレームが来たんですが、どうしましょうか。え、あれ以上難易度下げたらメインターゲットが遊んでくれないから嫌だって言ってなかったかな。そうなんですけど、前にボツってたキャラ初回作成時のみマップ全作敵と3回分くらいのマップ殲滅ボムをボーナスにつけるくらいでいいんじゃないかな。ああ。使わずにクリアしたらレア称号プレゼントとかにして、得意な連中には自分から使わない方向に持っていくのはどうかな。もう時間ないし、それで言っておきますか。じゃあ鈴木さん、それで実装よろしく。ちょっと待って。はい。今はスマホの MMORPG の方のデバッグが押してるから、先にクライアントに OK もらっておいてよ。下手に組み込んで拒否られたら直す時間もないからね。 OK、 すぐ確認の電話入れまーす。飯にでもしようかな。こんなところにも日曜日の洗礼か。
迷子かな。どうしたの？迷子になっちゃった？何言ってるかわからないよ。とりあえずこういう場合は交番かな。よし、おまわりさんのところに行こう。マナ！ママ！もうどこにいたの？お母さんですか？そうです。すみません、うちの娘が。いえ、お母さんが見つかったのなら一安心ですね。ロリコンでもないのに誘拐犯に間違われなくてよかった。どうもありがとうございました。いえ。綺麗なお母さんだったな。とりあえずこれでよしっと。ちょっとテストしておこうかな。っていうか、このゲーム名前なんて言ったっけ。そうだ、 FFL だ。お疲れ。もう終わり？3日帰ってないからな。さすがにカミさん切れる前に帰るわ。切れてくれる人がいるだけ幸せだ。そういや、お前またメタボシとお姉ちゃんの店行ったって。好きだね。もう29だぜ、そろそろ彼女くらい作れって。じゃあな。彼女か、そんな存在。このデスマーチの進行中には非現実すぎる存在だよな。3日風呂入ってないな。よし、いいぞ。これで終わりだ。あとはメールで送れば。鈴木さん、ストレージのチェック班からバグ報告です。え？無課金でのアイテム収納量無限バグならさっき対処したけど。それは FFL のインベントリの方でしょ。今度はウォーワールドの方でアイテム複製バグらしいです。詳細はメッセンジャーの添付ファイルを見てください。オッケー。複製バグは根強いな。あいつ怒鳴られるのが怖くてメールで済ませたな。今度綺麗なお姉さんのいる店でもおごってもらおう。終わった。まだバグは残ってるだろうけど、ネット配信にはアップデートパッチという殿下の宝刀があるんだ。ユーザーの罵声が聞こえてきそうだけど、俺は眠いよ。あとはこのメールさえ送れば30時間ぶりに眠れる。ああ、至福の時だ。社畜とわらわは笑ってくれ。今は睡眠こそジャスティス。なんだここ、夢かな。使えるわけないか。え、なんだ。うわ、高一くらいの俺の顔だ。ふん、ま、若返る夢なんて珍しくもないか。それにしても確実に夢だな、これ。デスマーチ中に寝てる時に夢の中でデバッグするのはたまにあるけど、作業していたウォーワールドの世界観がまんま来るとさすがにきついよな。いや、むしろウォーワールドと FFL が混ざった感じかな。バグまであるのか。なんだ、
考えるだけで操作できるぞ。サトゥーって名前までいつも俺が使っているテストキャラと同じじゃないか。竜の谷？この亀裂が竜の谷なのか。なんだ、敵かな。何か流星雨が3つに全マップ探査が1つ。これ打ち合わせした時にでっち上げた初心者救済策だ。とりあえず。赤ってことはこいつら敵だな。トカゲ人族の精鋭、レベル50前後が300体程度。レベル1のプレイヤーが素手で勝てる相手じゃないな。リザードマンかあれ。おいおい、俺がいるって分かってるんじゃないよね。焼けるように熱い。本当にここは夢の中なのか。やばい、このままじゃ死ぬぞ。そんな、二次層でしたって落ちなんて最悪じゃないか。くそ、バグで敗北とかバッドエンドにも程があるぞ。サトゥです。働きありと言われる日本人らしく仕事漬けの日々を送っていましたが、ここではないどこかに逃げたいと思うほど追い詰められてはいないはずです。忙しい分やりがいも感じていたのです。本当ですよ。有効打にならなかったんだ。これは俺の負けだな。まるっきりゲームじゃないか。この剣を取って戦えってことか。痛い、すごく痛い、痛すぎる。体力ゲージはゼロ寸前だけど勝てる気がしない。で、さすがに夢でもこんなのはきついな。さっさと終わらせる方法くらいあるだろう。ログアウトとか。なんだ、ログアウトもセーブもできないのか。プレイヤーに厳しい夢だな。仕方ない、夢から覚めるまでとりあえず傷の手当てでも。もう治ってる。そういえばいつの間にか痛みもないな。ってことは体力の最大値が増えている。それだけじゃない、レベル 310？ そっか、流星雨の大量撃破でレベルアップしたんだな。あいつを倒した異常な力も全部レベルアップのせいか。能力値が全部最大になってカンストしてる。ログは読み流し、読み流し。謎ワードはスルーっと。今までの記録か。スキルは魔法系のスキルが増えてる。さっきの流星雨があるな。でもこれは無効ってことかな。これを有効にすればいいのかな。
夢のくせに小賢しい仕様を入れるのはやめてほしいな。とりあえず試せる時に試しておこうかな。また窮地になってから使おうとしてマジックポイントが足りませんなんてなったら泣くに泣けないもんな。これぐらい遠くなら大丈夫か。でかい。何これ。この魔法は危険だ。こんな魔法を連発していたら魔王ルート一直線だ。君子危うきに近寄らず封印しておこう。はあ、喉が渇いたな。戦利品か。げ、リザードマンの死体も戦利品なんだ。お、水袋か。とりあえずこれを出してみるか。おお、出た。うまい。こんなに水が美味しいなんて初めてだ。無限に水が出るのか。仕組みはよくわからないけど便利だな。他には何があるんだろう。うわ、お金もすごい量あるな。整理する気が失せるけど、人里に出られればお金に困ることはなさそうだ。聖剣、神剣、魔法銃。いやー、失われた中二心が刺激されるね。お、おお、よし。スキルは思ったより少ないな。これはレベルアップじゃなくて何かの行動で増えるのかな。戦闘に使えそうなの中心に割り当てておこう。またリザードマンみたいなのに遭遇したら嫌だもんな。じゃ、一休みしたら移動してみるかな。ずっとここにいても退屈だしね。まずはこの戦士の砦ってとこに行ってみるか。はあ、空気がうまい。そういえばこんなこと感じるなんて最近は全然なかったもんな。この夢がどこまで続くかわからないけど息抜きには良さそうだ。よし、行くぞ。ここが戦士の砦か。うん、王政の国か。青龍氏、ここが一番近いみたいだな。ん、100人くらいの軍隊はいるな。レベルは最高で31、平均が7くらいか。意外と低いな。なんだ、ワイバーンか。どの辺だろう。おいっ、痛くないな。苦痛耐性スキルのおかげか。それとも耐久力が高いからか。このあっち行け。すごいな、レベル310の力。お、まずい。確かあっちには軍隊がいたはずだ。さすがにちょっと悪いかな。
何言ってるのか分かんないな。エブレシカン、アデシシカン、兵士たちを恐れるな。聖霊魂を見せてやれ。来たぞ。総兵よ、石突きを浮かせろ。足で踏みつけて固定しろ。浮かせるとワイバーンの勢いに負けて跳ね飛ばされるぞ。騎兵はもっと引きつけろ。奴が槍を恐れて速度を落とすのを待て。ほとんどの矢はワイバーンの外皮に阻まれている。単純に外皮が硬いのか、それともレベル差ってやつなのか。タミヤ！エアリズム！ライトニング！イカマルト！こっち来た。止めろ、デラ。はい。キック！ああ！渚トップの減速！仮面さっと目隠しで